2024年の春、MLB、メジャーリーグベースボール、下位に衝撃が走った。ロサンゼルス、ドジャースのエース、大谷翔平選手の元通訳である水原一平氏が、賭博スキャンダルに巻き込まれたことが明らかになった。週刊文春が報じたところによれば、この事件において大谷選手自身も起訴される可能性が浮上しているというのだ。大谷翔平は日本のプロ野球界からメジャーリーグに渡り、その才能を世界に示した選手である。彼の名声や信頼性は多くのファンや関係者から高く評価されていた。しかし今回の事件によってそのイメージが揺らぎ始めている。米国のスポーツ賭博の専門家であるダニエル・ウォラッキ氏は週刊文春の取材に応じ、大谷が何も知らなかったというシナリオはありえないと述べている。彼は大谷の口座から巨額の資金が移されていることに注目し、大谷や彼の顧問団がこれに気づかなかったことに疑問を呈している。 ESPN の報道によれば、大谷の口座から100万ドル、約1億5000万円もの電子送金が行われており、これが賭博に関連している可能性が浮上している。さらに水原氏が最初は大谷の了解を得て送金したと主張し、後にその証言を撤回したことも大谷の立場を脆弱にしている。ウォラッキ氏は大谷側の主張に対しても疑念を示している。彼は大谷がそのような巨額の資金の動きに気づかなかったことや、水原氏の行動に関与していなかったという主張が信じられないと指摘している。大谷は通常ファイナンシャルアドバイザーや弁護士などからなる金銭管理チームを持っているはずであり、そのような大規模な送金が行われた際には必ず関与しているはずだというのがウォラッキ氏の見解である。また水原氏が大谷の了解を得て送金したと主張したことも大谷の関与を暗示するものとなっている。この事件によって大谷は窮地に立たされている。もし大谷が賭博に関与していなくても水原氏の行動を支援したという点で違法賭博を幇助した罪で起訴される可能性があるというのがウォラッキ氏の指摘だ。大谷の名声やキャリアにとってこのような事件は大きな打撃となるだろう。彼が起訴されればその将来に暗い影が落ちることは避けられない。大谷翔平は世界的なスーパースターであり、その才能や人柄は多くのファンから愛されている。しかし今回の違法賭博事件によって彼のイメージは揺らぎ始めている。米国のスポーツ賭博の専門家であるウォラッキ氏の指摘からもわかるように、大谷の立場は非常に危ういものとなっている。彼の未来がどうなるか野球ファンや関係者の間で注目が集まっている。